まあ難しいですよ。本文は圧倒的に難しい。そのトリプルパステージのやっぱ何やっていいか分かんなかった人も多かったんじゃないかなと思いますね。ぜひここに出てくる言い換えを押さえておいてください。これトイックにも出てくるやついっぱい。マーチレベルでも読めない人が相当多かったと思います。おはようございます。アマチュアチャンネルです。さあ、受けましたじゃないか。解いてみました。2023年共通テスト英語リーディング追試験、再試験の問題ですね。これが来年の入試にも役立つかもしれませんので、ぜひともちゃんとですね、耳の穴をかっぽじって聞いておいてもらえればいいんじゃないかなと思います。全体的な感想としては、まあ難しいですよ。追試受けた人たちは、本試より難しかった。言ってましたね。まあ、追試ってそうあるべきなんで、もともとはね。ある意味ネタバレしてる状況なんで、全体的には難しいと思います、難易度が。ただ、自分は本試験より全然余裕でできた。まあ、それは推測が無茶じゃないからですね。6の B の、まあ、本試験の方は推測が無茶苦茶なんで、あんなの解けるわけないでしょっていうものなので、まあ、難しいというか悪問だった。本試験は。追試験はそんなことはない。そんなことはないですけども、追試験の 6B の方が本文は圧倒的に難しいです。だから文章のレベルが追試の方が高い。全体的にだから表現とかも高い。まあいい問題もあるんですけどね。ああ、はいはいはい、みたいな。あとだから照らし合わせに関してもやっぱトリプルパッセージ出てきたんで、第4問がね。なんでかなりめんどくさいです。レベルは別になんですけど、そのトリプルパッセージの。やっぱ何やっていいか分かんなかった人も多かったんじゃないかなと思いますね。まあ引っ掛けはややこしいし。はい、じゃあそれぞれ見ていきます。まず第1問の A、お城のね、自動のオーディオガイドのやつでしたけど、1問目から most likely だもんね、推測しなきゃいけない。書いてないやつです。書いてないけど消去法で選べる。ちゃんと1を選べるし、で、次はクーポンを得るために何をしなきゃいけないかっていうのは、まあ、トイックにもあるパターンですね。そのクエスチョネアっていうアンケートをフィードバックと言い換えてるやつなんで、まあこれよくあるパターン。ただ、デバイスに関してのとは書いてないからね。ちょっと難しいかなと思う。だからちょっと推測入ってるなと思った。まあ、どちらにしろ消去法がやっぱり役立つね。続いて、ショートフィルムフェスティバルね。4つの映画あるやつですけど、サンデーイブニングに見れるのはどれかって言って、これも曜日と時間見れればすぐわかる。で、次がラストデイ。最後の夜に何が起こるか。これは、まあ、右上の方に書いてあるのを見れば、ですね、レセプションをフェスティバルと言い換えてますね。そう、これね、言い換えがすごい役立つんで、ぜひ、ここに出てくる言い換えを押さえておいてください。これ、トイックにも出てくるやついっぱい。で、次が、ショートフィルムフェスティバルについて言えるのは、これはめんどくさかったね。フォートークスっていうのが、そう、4つっていうのが、それぞれの、4つのショートフィルムの最初の上映の時だって、そこにディレクター来るって言ってたから、だから4トークスになるっていうね。そして全部の答えが111なんで、これ嫌だよね。あ、次は最近流行りの財布、この挟むだけの財布ね。で、それに関してポールさんか誰かが書いてて、友達の意見がバーッと書いてあるんだよね。で、ポールさんは何について聞くかとか、これは簡単でしょ。それは財布についてどう思うかだよ。で、次はファクト問題ですね。Half a dozen cards って言って、6枚のカード。6 cards って本部書いてあって、ダズンをわざわざね、12だから割るって、はい、変な計算って思ったけどね。引っかかっちゃダメです。80g より軽いとかっていうのは友達が言ってるとこじゃないから。別のとこに書いてるからね。次が、で、またポールのフレンズが言ってるのはどれかって言ったら、あ、キャパシティですね。普通のウォレットの方のキャパシティがいいって、コインどうすんだとか、領収書どうすんだみたいなのが確か書いてあったよね。で、次が、これはね、using the wallet with electronic money makes it easier to...とかで、構文が難しいでしょ。多分何言ってんだって思ったと思いますけど。Receive benefits ですね。そう、merits を benefits と言い換えてますね。この問題は本当に設問の意味がわからんってなった人が多かったかなと思いますね。4とかね、意味が入ってるから間違いですよね。次は、まあ、書いてありましたね、ポールが。本当ね、日本人のなんで現金使うんだろうって書いてある。はい。もう本当に、未だに ATM も並びすぎだよ。もっとキャッシュレスにしてって思います。はい。Summer in Britain ですね。はい。語学学校かなんか行った人でしたっけ。で、最初、千秋ができたのが、いろんな国のフードを食べる。From around the world。From around the world が from different countries に行かれた。で、次のイカメもトイックおなじみですね。千秋がスチューデントディスカウントを得られてたんだよね。で、そのスチューデントディスカウントっていうのが reduced prices に行かれてました。もうこれもおなじみの言い換え。で、次、この街ではいろんな文化っていうのをね、経験できるよっていうのが正解で。またね、引っ掛けにね、unusual local events とかに many ってつけてね、多くのとかってつけて引っ掛けてますね。多くではない。で、次またファクト問題あって、ファームで売られている sell their produce directly っていう風に書いてあって、produce っていうのは成果のことですね。成果を売ってるっていうので、売ってるってことは、
people buy food ってことね。from farms。ファームズから買うっていうふうに言い換えてるわけですね。で、最後は予想もしてなかったんですね、経験がね。いろんな経験が書いてありましたしね。もっとローカルの人たちとね、いろいろコミュニケーション取るかと思ってたけど、やっぱ語学学校行っちゃうとね、その別の国の来てる人たちとコミュニケーション取ることになるとかってね、まあよくあることです。続いて、鯉ですね。My first fish。はい、第3問いきます。鯉についてのやつですね。黄金鯉とミラーカープっていうのが合体して、このマイゴーストっていうのになるんだって。トムのフィッシュについて言えないことはないか。これ合体させたいやつだから、ピュアブレッドじゃないっていう矛盾点が一発で、この絵でもわかるんですけどって思ったけど。で、ゴーストコイっていうのはなんで出てくるのか。あ、これはね、単語知らないと、fading and out of sight って書いてて、その見えなくなるを vanish に言い換えてるので、ちょっとレベルの高い単語を入れてますね。B2 じゃないこれ。で、3の B が、gaining courage、勇気ね。必要っていう、もう発表するのが嫌だよ、本試験の方では卓球の陰キャが出てきましたけど、発表嫌だよ陰キャが出てきて、で並べ替え問題です。まあできるけど順番通りに出てこないから厄介です。プレゼン練習してってもっとリスクを取ろうって、プレゼンのファイナルプレゼンテーション最初はナーバスだったけど、でもプレゼンで勝ったっていう、バラバラに出てきますのでかなり厄介で、シンガーがそう dramatic changes ね、別のジャンルの歌をいきなり歌って、そこに感化されて、これも変わるんだみたいになったんで、次が began to deal with his anxiety ですね。まあ、だから単語さえ知ってれば、第3問は楽勝。照らし合わせができるんだったら第1問が簡単。単語知ってんだったら第3問が簡単っていう印象かな。続いて第4問、これがトリプルパッセージ。非常に厄介。表がね、あってね、この表をスキャンしてきたとかってね、本スキャンしていいのかとかって思ったけど。はい、このプラントね、どこに植えるとか、表を埋めていくんですよ。だから、めんどくさい。何をやればいいかが分かってれば早く終わりますよ。でも、何をやればいいかが分かんない状態で読んでると、一体これ何が問われんだよってなっちゃうので、ちゃんとね、先に読んどくこと大事です。説問。最初に、何種類のシーズを巻くっていうので、これだから表に6つ載ってて、2ヶ月で巻くんだよね、確かね。で、5つだなってなるんだけど、1個はいらないっていう情報が出てくるんだよね。で、5-1 で4ってなるんだよね。でも面倒いですよ、照らし合わせるのが。で、その後に ABCD どの順番でやるのかっていうのを、まあこれはちゃんと表の意味分かってて、まあ表をその後説明してくれてるんで、その意味が分かってれば大丈夫ですけど、意味が分かってないと多分大変。で、その後どこに入れるかっていうやつですね。どこの位置にどの野菜を植えるのかっていうのは、最初の人が喋っているのと違うんだよね。ノースとサウスで分けるんだけど、こうした方がいいって言って二人目の人が言って、それでそれに合わせてやっていけば、パパパパパッと埋まります。だから簡単ではあります。この問題は非常に簡単。非常に簡単なんだけど、キャロットとキャベツがさ、両方とも CA じゃん。メモの時にさ、C、あ、なんか二つある C から始まるやつ、C と CA って書いてたら、そうそう、両方とも CA でややこしかった。しまったって。CAB までメモしながら。一つ目の人が言った野菜の並べ方と二つ目の人が言った野菜の並べ方が違ってて、どこが違うかっていうのを答えなきゃいけないのが27。で、次が、どの野菜が友達でどの野菜が敵かっていうのですね。ただこれに合わせてその場所決めるんだけど、簡単なんだけどね、同じ情報がいっぱいありすぎる。例えばほら、トマトとキャロットがお友達っていうのはさ、4つ全部にあるでしょ。で、キャベツとトマトが敵っていうのも全部にあるでしょ。わざわざ読んでさ、無駄じゃん、全然使わないじゃん、この情報っていうのがいっぱいあって。使うのが、ね、ポテトとビーンズが友達だよっていうので1と2に絞れるんですよ。で、オニオンズがキャベツと友達だっていうので1になるっていう、たったの2個の情報だけでいいんですよ、これも。めんどっ。まだ話されてないことはどれかなんで、これも消去法ですね。書いてあるやつを削ってって、まだ responsibilities に関しては全然述べられてないのでってことです。次、第問5。アーティストになる。あー、これもね、順番がむちゃくちゃに出てくるからめんどくさかっただろうね。女の子がね、ちっちゃい時絵描いてって、お父さんお母さんに見せてて、で、めっちゃ上手くなった。やったら、コンテストで勝てなかった。その後、どうなったみたいなやつだね。最初、お父さんが挙げたのが、tips ですね。はい。アドバイスが tips と言い換えられてますね。これもトイックでおなじみ。で、次は怒った順番。これがもうぐちゃぐちゃだから大変だったよね。子供の時は、お父さんお母さんたちにあげるために書いてたと。で、もう一生懸命練習して、やったんだけど、負けちゃってね、コンテストみたいなの負けちゃって、そうそう、先にあれ面白かったけど、先に立ったんだよね、もうね、コンテストの自分が呼ばれると思って、そしたら違う人の名前が呼ばれたって、でがっかりしたんだけど、ただただね、写実的に描くんじゃなくて気持ちも入れるみたいなのがね、最後でしたね。誰にも絵は見せないんだなんていうのは出てきてないので、5つの中から4つにするのは簡単だけど、並べるのは順番バラバラで出てくるから大変だったと思います。次2つね、絵がレベルアップしたなんか理由だよね。お母さんが最初アドバイス
そうね、言ってくれたのと、で、もう一人は友達ですね。How did you? 書いてあって、それを couldn't help sketching っていう風に言い換えられてましたね。はい、言い換えが面白いね。37が父親をがっかりさせたんじゃないかっていうやつでしたよね。その勝てなかったから。で、最後が、まあこれも消去法でやった方がいいかな。他の人のことをきちんと理解することによって、ボイスアクターになろうみたいなね、そういう絵の話と声優になりたいっていう書き手がこう話を落とし込むっていう。まあだから、これも推測です。書かれてはいません。はい、続いて第6問ですね。あ、なんかクイズ作ったとかやつね。別にどうでもいいよ、このクイズとか関係ないけど。はい、オクトパス。最初が全体読まないと答えが出しにくいやつだよね。Interaction with sea creatures can be started by either side. そう、人間側からタコとかね、そういうアニマルズに働きかけるのもあるかもしれないし、逆もあるよっていう、そういう話でしたね。で、アンダーソンさんの実験が表してたのは、なんかイルカが刺身くれたみたいなやつだったっけ?優しいみたいなんで、ゾオロジカルステーションの方が、なんかミスチービアス、いたずら好きのみたいな、そういうタコの話だったから、それがアンコーポラティブに行かれますね。なんか水、ポンって。実験器具壊したんだよね、確かね。で、トイさんが、これがもう繋がっちゃってるよね、第一問と。人間がタコに招待されるんじゃないのみたいなですね。で、次がこの4コマで、これ別に並び替えるわけじゃなくて、どれが出てこなかったか話になんで、出てこなかったのは D です。D はこういうんじゃなくてみたいなね、人が逆にシークリーチャーズたちに、見られるんじゃないのっていう話をしてたんでね。続いてはグラフィーンの話ですね。だからこれは分かんなかったと思います。マーチレベルでも読めない人が相当多かったと思います。まあ、総計レベルだったら読めてほしいけど、ただまあ理系の内容なんでね。で、まあ自分自身はグラファイトを知ってるんで、まあトフルで勉強したのか何なのか分かんないですけど、まあそこまで辛くはなかったかな。で、最初がエラーがあって1個どかさなきゃいけないっていうので、A から F まであってさ、出てくるやつ消してって1個だけっていうのね。だからまあ矛盾してるっていう風に思ってやってもいいけど、グラファイトとグラフィーンが何だか分かんないとめちゃめちゃ難しいと思う。てか何が起こってるのか多分分かんないんで、その何が起こってるか分かんないやつが問い2なんですよね。プロセスが問われてるんですよ。おそらくそこの書かれた部分を何度読んでも分かんないと思います。これトイックでもそうですけど、プロセスが出てくるとめちゃくちゃ難しいんですね。この分かんなかった人に言うと、じゃあ鉛筆ですね。鉛筆で何か書くとするでしょ。そうするとそこに残るの芯の部分、レッドの部分、粉みたいに残るじゃないですか。それをセロテープのとこでくっつけて、で挟むと。バッてやると、それレイヤーですね。層がスパッと一個分かれるわけですね。で、また今度閉じて、今度は別の、さっきとは違うところにこうくっつくようにするんですね。そうすることによって、また一層剥がれる。こうやって、ペタンペタンペタンってやって、層が剥がれてって、どんどん薄くなっていくって、そういう話です。そうすると、そこにグラフィーンっていうね、グラファイトをこうやってセロハンテープで、ペタ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 ってやってって、グラフィーンっていう、すげえ強い物質、ダイヤモンドより硬いんだよね、グラフィーンってね。を作る、そういう話だったんですね。めちゃめちゃ軽くて、細くて、透明ですよ。なのに、超強度が強い。その物質が生まれて、だからナノテクノロジーっていうのが流行った時に出てきたんだよ。グラフィーンでナノテクノロジーが流行ったのか、ナノテクノロジーが流行ってる時にこれが出てきたのか忘れちゃいましたけど、そういうやつですね。だからグラフィーンっていうのは室温でエレクトリシティを通すのに最も効果的だし、で、ほとんど透明ですから。光を通すし、電気も通すからね。だから48のようにライトセンシティブチップスにも使える。だから3番はエレクトリシティレジスタントって書いてあるからダメですよ。逆です。Increasing the weight も逆でしょ。これ軽いんだから、ウェイト増やしちゃダメ。で、消去法やっぱり大事だよ。で、最後が infer、推測できるのは、で、これは全然本試験より簡単。他が絶対違うから、もう1、2、4が明らかに違うってわかるから、選べます。だからこれぐらいちゃんと推測して解けるんだったらいいと思いますけどね。はい。ただ、6の B に関しては本文はもう圧倒的にこっちの方が難しい。推進の方が難しいんで、だからこういう問題だったら、なんつうか文句言わないですよ。はい。入試問題として出てきた場合に、まあ、解けない人がいっぱいいるけど、でも問題として不成立はしてないから、これだよねっていう風に選べるようにできてましたね。という感じです。まあ推測だったりとか、この言い換えとかね、かなり役立つと思うので、ぜひ参考にしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.